1.1B-2 トオールは、繊維金属触媒を用いた不整合成にしばしば、用いられる、有機化合物である。バイノールは、軸不正を持つため、二つの光学異性体があり、それらは、光学分割することができ、通常、ラセミ化は起こらない。各々の,の,の光学異性体の非線高度は、マイナス35.5である。バイノールは重要な不正配置である。 BINAP の原料でもある。バイノールを合成すること自体はそれほど難しくはないが、それぞれの光学異生体を分離するのは困難である。例えば、バイノールのらせみたいはニナフトールから塩化鉄を酸化剤として用いて合成することができる。反応は、ニナフトールのヒドロキシモトで鉄と作体を生成した後に、ニナフトールの管が、 ラジカル的にカップリングすることで起こる。この際、鉄は酸化から二化へと還元される。また、バイノールは、塩化銅と引くアンフェタミンをモチータにフトールの、不正酸化カップリングによって、直接作ることができる。高学活性なバイノールは、螺旋みたいのバイノールの、高学分割によっても得ることができる。一つの例として、 シンコニジンから誘導されるキラルな第4級アンモニウム塩である N、ベンジルシンコニジニウムクロライドと結晶性の放摂化合物を形成させる方法がある。バイノールの S 体の放摂化合物はアセトニトリルに溶解するのに対して R 体は溶解しないことから、それぞれを分離することができる。もう一つの方法は、 アイノールをペンタン酸クロリドのようなカルボン酸、塩化物と反応させて、ジエステルとした後に、牛脂水臓由来のコレステロールエステラーゼのような、酵素を加える方法である。S 体のジエステルのみが、加水分解し、R 体は、加水分解しないため、2つを分離することができる。また、キラルな固定性を持つ HPLC を使って、分離することもできる。 バイノール誘導体は BINAP など多くの種類がある。そのうちアロビスと呼ばれる化合物は水素化アルミニウムリチウムとバイノールの反応によって合成される。シクロヘキセノンやマロンサンジメチルと共に不正マイケル負荷に利用されている。ありがとうございます。